一世のおせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、マジでやってらんない、本当にもうなんかもうもうなんかね、話すだけでねちょっとやばいんですけど、精神が、もう精神がやばいっていうか、ちょっとさっきまでちょっとね落ち込み中だったからね、ちょっと話すとまだちょっと落ち着いてるちょっと話すとまだ落ち着いてないんですけど今日は悩みを打ち上げ動画です。というわけで、続けていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで、ちょっと待って、鼻かまないとやってられない。というわけで、今日は、ひまひまちゃんの本音語り会。ということで、お話したいことっていうか、普通になんか、ちょっと落ち込んだので、完全にこの太る絵をしてますけどね。はい、食べていきたいと思います。ちょっと今日はカップラーメンです。夜の10時、しかも。終わってるよね。10時だよ。カップラーメンをいただきます。この時間に。では、いただきます。美味しい。深夜のジャンクフードって、しみるねー。ちなみにひまこ大好きで甘いものをね、たくさん出してます。ファミマでさっきこれを買ってきたの。ちょっと飲んじゃったけど。美味しい。うん、はあ、悩みに悩みまく、悩んでるっていうか、まあ悩んでるのは事実なんですけど、自分にイライラしてる感じです。今は。なんか、なんだろう。今日も撮影があって。面白い方とかたくさんいるんですよ。面白いし、ちゃんと個性があるし、なんか、見てて、羨ましいなじゃないですけど、たぶん。羨ましいなじゃないですけど、うん、なんか、呼ばれてる意味がわかるし、いいなっていうか。まあ、その反面、なんで自分が今ここに呼ばれてるんだろう。呼ばれてることに対してすごい嬉しいし、まあ、頑張らないとなって思うし、なんだけど、うまくできない。うまくいかない。その繰り返しですね。なんかもっとできるよな。でも実際やってみるとそうはいかないし。難しすぎる。今日はこの先、どうなるんだろう。なんかママたまには、できなきゃ言われないよ。って言われるんですよ。知ってるんだけど、でも、難しい。精一杯やってるんだけど、できない。できないじゃなくて、やることが大事だよって言われるけど、やろうとしてもね、できないですよね。マジ食べてる暇じゃなくなってる。今日なんでこれ用意してんだろう。ああ、やべえ。なんかコメントもできないし、一発でガツンと決められないし、印象も薄いし、キャラもよくわかんないし、キャラっていう、暇っていう人物を、が、みんなが見たときに、多分あんま一緒に残んないですよね。腹に鼻水溜まりすぎて話せない。殻をもっと破りたいなって。ぶっちゃけ YouTube でしか殻出せないし、殻出せないじゃないや、殻はもう破れないし、これからね、もっとテレビとかいろんなものやってみたいなって思うし、テレビいっぱいもっと頑張りたいなって思うけど、今の暇じゃ誰も使いたいなって思わないし、じゃあどう変わるかってなるじゃん。でも変わり方がわからない。勉強するしかないよね。勉強も難しいしってなってくると、高校の勉強も課題も入ってくるし、課題もやらなきゃいけないし、いっぱいいっぱいですね。目が伸びちゃうよ。味はしない。なんかね、よし、今日も頑張ろう。よし、全力で毎回頑張ってる。し、自分で頑張ってるとも言えるんだけど、なんか、良くなかったポイントとかもわかるんだけど、直し方がわからないから、頑張っても意味がない。頑張ってるけどね。動画も、頑張ってるってより楽しんで撮ってるし。
まあ、それがいいかなって思うけど、みんなはヒマの動画見て面白いですか？どうかな？でも今日はなおさらでしたね。なんか、何もできない自分が、情けないっていうか、もうなんか何していいかがわからなくて、どうすればいいかがわからない。一番今日心に刺さったのは、刺さったっていうか、今日うまくいかなかったって言ったんですよ。家族に。そしたら、面白くなかったら、次回使わ、呼ばれないだろうし、よかったら、次回呼ばれるんじゃないみたいな、言われて。まあ、当たり前のことなんですけど、ショック。ショックっていうか、本当のことを言ってるけど、さらにどうしたらいいか分かんなくなりましたね。いや、楽しむことを一番としてるから、でも楽しんでるだけじゃ、いや、楽しんでるだけ言い方悪いな。ヒマがただ楽しんでるだけの動画は見て面白いかなって思うけど、楽しさが伝わってくれればいいなと思いますけど、また YouTube とテレビは全く違うから難しい。めっちゃなんか完全に落ち込んでる人みたいな絵になってるけど。まあ、落ち込んでるけど。まあ、明日からみんな頑張ろうねという感じです。今日はいつもよりも、へこんだ日でした。へこんだっていうかさ、積み重なりすぎちゃった結果だね、今日は。これだけじゃないの。今テレビのこと結構話してたんですけど、YouTube もそうで。最近、動画のネタとかいっぱい考えてやろうと思ってるんですけど、なんかヒマのチャンネルってみんなから見て面白いのかなと思って。どうですか？でも自分が自信を持たないと自分のチャンネル。別にみんなが見たいって思うわけもないし、ヒマが自信持ってこうチャンネルを楽しくやんないとね。ヒマとパパには、まあ結構 YouTube のこと話すんですよ。普通に家族会議的な。結構よく話すんですけど、面白くないよではないですけど、なんだろう。こうした方がいいよっていうか、アドバイスっていうか、まあアドバイスなんですけど、で、それこそ殻持って破った方がいいだったりとか、もっと面白くやった方がいいよとか、つまんないって言われるんですよ。まあでも実際そうなんですよ。朝寝起きの動画なんてマジで今反応つまんないし、もっとできるなってとこは見てて思います。ただ、やってる時、本当に全力なんですね。これ以上が見つからないの、まだ。だからこれ以上どうやって見つければいいんだろうなって正直今思ってます。私、今自分に求められてるものが分からなくて、ちょっと難しい。でも、こうやってみんなが、ひまちゃん動画待ってたよとか、面白いよとか。やば、泣きすぎ。ちょっと待って。指導が作ってくれたり、コメントくれたり、たまに TikTok とか見てると、ほんと普通に秘話が流れてきたりするのね。だからそれで見ると、ほんとにもうね、嬉しいし、あ、まだ秘話のことを好きで言ってくれる人はこんなにいるんだって実感して、あ、もっと頑張らないと、頑張らないとなって思いますね。もう正直、やっぱ、ほんとに秘話は、周りの子が、羨ましいじゃないよ。羨ましいじゃなくて、なんだろうな。自分も、これぐらいこうできたらいいのになって。思う素敵なものを持ってる方が世界にたくさんいて、でそれをたくさん最近見ることがすごく多いので、はあ、今もう自分にしかできないというか、自分に求められてるものとか、自分がこうした方がいい、あした方がいいっていうのをもっと自分で見つけて、そのセルフプロデュースっていうものをうまくできたらいいなって思うけど、でも、いただきます。うん。美味しいものが世界を救いますね。あ、ちょっと鼻水がたまんない、止まんないぜ。今日メンタルえぐられすぎてやばくない？ちょっと、やばいぞ。チーズケーキ。うん。でも、たまによく思い出すことがあった。中3の終わりに、クラスで卒業だったんで、みんなでメッセージを書こうってなって。一人一人に全員にね。だからクラスメート全員からのメッセージが書かれた紙があるんですけど、それ一人の子が、ひまちゃんは、ひまちゃんが思ってる以上にみんなひまちゃんのことを好きだよって書いてくれた子がいて。もうそれが嬉しすぎて、なんかもう、いやみんなひまのことどう思ってんだろうって。気にしすぎ
なんですね、多分。なんか、そうやって言ってくれ、ちょっと自信がつきました。わぁ。あんまり、こういうね、落ち込んでるような動画を撮ることはあんま好きじゃないというか、みんなが見て元気の出るような面白い動画を、明るい動画をたくさん作りたいなって思うので、もしかしたらこれは、こんなに動画内で落ち込んでるじゃないな。まあ、こういう一面を見せたのは、初めてというか、私の YouTube 人生で一回きりかもしれませんが、この動画だけね。あとはもう見せまんよ。泣いてませんからね。こういう姿は、マジ感動してるのでしか泣いたのをね、皆さんに多分お見せしたことがなかったんで、あれですけど、まあ、たまにはみんなも落ち込むこととかたくさんあると思いますけど、日はもうこんな感じでいつも、いつも落ち込んでるんで、まあいつもじゃないですけどね、楽しいこととかの方が多いですけど、落ち込むこともあるので、皆さん精一杯生きていきましょうね。悩んだこととかあったらぜひ、ストーリー、直接お返事はできないけど、ストーリーとかで答えるので、もう本当にいつでも言ってね。というわけで、日々の皆さんの応援が本当に支えになってますので、ちょっと今日もこの後、みんなのね、歌詞動画とかを見て、心を休めたいと思います。あとは研究して頑張ります。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。今日はこんな悩みを言っちゃってごめんね。明日からも頑張ろうね。カロリー高いものを食べてる間にカロリー高いもので潤すっていうこの循環が最高ですね。